はい、皆さんこんにちは、花坂じいさんです。今日はですね、アズールコンパクトというね、ルベリアの一種なんですけども、これの切り戻しをしてみたいと思います。今ね、お花が咲いてます。これ3株植えてるんですけど、正直ですね、1株がちょっと元気がありません。ですからそれも含めてね、元気がない方は1回切ったんですけど、1回切ってみんな植えて、もう1回これ切ってますけどね、みんなと合わせて均等に切っていきたいなと思います。これも来たらね、これもしたら風通しも悪いし、まあ格好も悪くなるんで、一緒に切り戻しをしてみたいと思います。それでは切りますね。もう上だけをですね、まあさらっと切っていけばいいんですけど、ちょっとね、こんな感じでカットしていきます。とね、これね、ちょうどね、咲き誇るとね、蝶の群れがね、こう見てるような感じになるんですよね。とっても綺麗ですよ。もしね、植えたことがないという方がいらしたらですね、ぜひ植えてみてください。結構これものすごい、もうこんななりますからね。ただ雨とか風に弱いんで、雨とか風の時はちょっと軒下に入れておいた方がいいかもわからないですね。こんな感じでですね、切っちゃいましたけどね、なんか芝刈りみたいな感じがしますけど、そうですね、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。これまたですね、切れば脇芽が下からどんどん出てきますんで、感じでね、こっちはもう一回切ってますけどね、ちょっと短めに切りますね。大丈夫かな、どうなるか分かりませんが、これについては次回のお楽しみということでね、見といていただければなと思います。こんな感じで花を落としておくとね、病気になりにくいです。ですからしばらくこれで養生して、1ヶ月後にはまた満開になるのかなと思ってます。はい、こんな感じでね、ちょっと芝生みたいな感じですけど、あとね、こういったお花はですね、処理するということですね。お花をきれいに取っておくということですね。あらかたですね、取っていただいて、お花が少々残ってますけど、あとまたきれいにね、取ればいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、肥料をちゃんとやっていかないといけないですね。僕はこの肥料を使ってますけど、これをですね、まあ、1株に2つずつぐらい、こんな感じですかね、1個あげるという感じですね。これも2個あげますみたいな、こんな2個ですね、あげます。ということでね、簡単でしょ。もうこれはね、自分が切った形にまた伸びてくれますから、こんな感じでふわっとなります。ふわっと、ほんと蝶が舞うような感じになりますんでね、ぜひ皆さんもやって、見ていただければなというふうに思います。これ引っ張ったりするとね、枝ごとこうなんか取れますんで、ハサミでね、全部切られた方がいいかと思います。あと最後になりましたけどね、いつもですね、コメント高評価をいただいてありがとうございます。ぜひね、今日はチャンネル登録の方もね、お願いしたいと思います。また次回満開を投稿しますんで、見てくださいね。待ってます。それでは。